時間もめっちゃ多いし、パッて開けたらいらっしゃって、そのまま出されたこともあって、私からしたら普通に歩ける人の方が世の中全部優先じゃんって思っちゃうから、そう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 、木村拓哉さんみたいなそういう方々が言ってくれたら、みんなきっと、あ、そうですよねってなるわけじゃん。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日は、さしみちゃんと一緒に今回一応タイプの違う車椅子ユーザーとして、あとこう生きてる場所というかね、都会で生きてる人生息地が田舎で生きてる人の違いとかも含めて、あとこういうのもやっぱいろいろあるよねっていうのを、はい、ちょっと、まあ、本当に愚痴になるから、うん、でも聞いてほしい、知ってほしいなというふうに思います、うん、誰か必要とする人が来たら譲るということが優先っていうことなわけなんだから、うんうん、年収300万超えてる人が障害者の中で日本で 2% なんですって、本当通勤ラッシュの時に通勤してる人はすごいと思うよ。何回自殺しようと思ったかって4年通ってたんですけど、うん、しかもあの永田町まで、うん、もう本当に車椅子ってちょうど肘の高さだから、うん、邪魔だよってこう頭殴られたりとか、なんかまあ見た目もね、こう仕事行くように多分見えないっていうのもあるんだと思うんですけど、うんうん、でも関係ないじゃないですか、そんなのに唾吐かれたりとか、全然ありました。でもそれで金さんとかやったら遅刻しちゃうから、うん、いつもウェットティッシュ持ってて、うん、何かされてもすぐ拭けるようにして、時間もめっちゃ多いし、時間どこ触るの、だって見せてくるんですよ、ちょうど高さが車椅子って、ジャストじゃないですか、うん、で普通にこうパッ寝てて、うん、パッて開けたらいらっしゃって、うーわと思ってもう腰下向いてたりとか、本当にもうトラウマなんですけど、そのまま出されたこともあって、嘘でしょ。でもそれが1年に3回あったんですよ。嘘でしょ。でも本当にそれでエレベーターまで結局ついてこられて、でエレベーターって密室じゃないですか、うん、でどこ行くのとか言ってこう後ろ持たれたりとかして、やだ、でももう逃げられないし、うん、速度は電動だから一定じゃないですか、うん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 、もう本当にやばかったですね。どうやって振り切れるんですか。その時はもう電話するふりして警察に、でも会社まですぐだったからダッシュで行って、まあ社員証で入っちゃえばもう入ってくれないから、そこまでと思って行って、もうその日ずっと手が震えてて、やだよね、最悪ですね。途中のトイレで落とそうと思っても、トイレ車椅子トイレがまた埋まってて、その時になんか全てが嫌だと思って、もう号泣しながら会社行ってみたいなことがあって、いや、分かる。もう満員電車、私はねこっちで住んでないから、だから時間帯をこっちにいる時は極力避けるけど、うん、この時間でしか動かなきゃいけないっていう時に、うん、やっぱりあの道の中にさ、うん、今から突っ込むんですか私っていうで駅員さん、すいませんすいませんって言ってはくれるけど、いやもうしん、いやもうすいませんすいませんよ、本当に申し訳ないし、でも乗らないといけないし、そうで私の場合は手すりがないと耐えれない。あ、そっか、ブレーキだよね。ブレーキしてでもこう体幹が弱いから、手すりがあるところにいないと転倒しちゃうの、うんうん、自分自身が、だから、ね、そう真ん中に入れたらいいっていうわけじゃなくて、そっか、端っこに、そう手すりがあるところまで進みたいわけよ、うんうん、かき分けるっていうのも大変だしさ、うん、こうやって言うと意地悪な人はね、障害者になったお前が悪いだろっていう やつって言っちゃった、うん、人がいる、いや、いるんだよ。さしみちゃんの場合は、まあ、先天性だからっていうのはあるし、私はまあ後天的っていうか中途でさ、うん、まあ、確かに自分のミスで怪我した部分はあるけど、いやでもなりたくてなったわけなくなりたくてなったわけないしさ、わかんないじゃん。そんなこと言ったらさ、誰も失敗できないのっていう話になるじゃん、うんうん、誰もみんなこけたことないんですかってなるしさ、なんかもう意地悪だなっていう人たちってね、ちょっと話はずれかもしれないけどさ、その意地悪なコメントとかをすごい言われるのに、大丈夫なんですかってすごい聞かれるの、うんうん、要はアンチじゃないけどね、アンチとか大丈夫ってメンタルが、メンタルやられないんですかってすごい聞かれる時あるんだけど、それはムカつくよ、めっちゃ、うん、でもなんかふーって私別にならないんだよね。
なんかわーってなります。いやーっては別にならなくても、うん、マジムカつくなーっていう感じでしかならないのと、うん、まあやっぱこう一個切り替えのポイントとしては、こんなこと言ったらマジで一番多分やばいけど、うん、このコメントをくれる人たちっていうのはすごい今人生がしんどいんだなっていうか、うんうんうん、いいことないんだろうなって思ってる、うんうんうん、これはもう私の中で考えてることよ、まあ、今言うけど、だからもう自分より下の人なんだなって思ってるっていう、うん、絶対書かないじゃないですか、自分が逆の立場でも書かない。で思っててもいいから言うなよって思って、そう、でもだからそういう人にはさ、もう何言ってもダメなんだなって思うし、うん、まあ、そういう人がいるのがもう、まあ、世の中なんだなって思うけど、うん、だから私がねツイッターにも書いたけど怖いなって思ったのがさ、そういう人間と一緒にいるわけじゃん。でそういう人間はこっちは分からないわけじゃん、うん、書いた人はもしかしたら あいつあの時のあれじゃんって思って見てるかもしれないけど、あの人らは誰だか分からないから、さっき言ったように襲われても逃げられないしどうにもできないし、うん、そういう時があるからめっちゃ怖くなるんだよね。怖いですね。そうホームから突き落とされたらどうしようとか思うから、絶対横向きに止まったりとか。そうそう、でも日本においてはもうそのシステムプラス心のバリアフリー、うん、心のバリアフリーって言葉私は本当好きじゃなくて、うん、マジでそれってあの行政が言うことじゃないと思ってて、うん、行政が心のバリアフリーって言い出したら、うん、何ノーコストで行こうとしてんだよって思っちゃって、うん、だから心のバリアフリーってそのシステムとか設備がちゃんとある上でそれをどうやって譲り合って使っていくかっていうところにプラスアルファである問題であって、 それ心のバリアフリーありきじゃないと普通の生活が車椅子ユーザーができないっていうのはインフラとしておかしいと思ってるんだけど、そういうこと言うとマットがままって言われるんだよねでもな、実際あるのにそうじゃないっていうのがさ、うん、タクシーでしょ。だから福岡のタクシー乗ってさ結構話してくれるから結構するんだけど、うん、あの私はねジャパンタクシー型なんで屋根が高いタイプはすごく乗りにくいんです、うん、天井が高くて掴むところがなくて、うん、あ、そっか、こうやって乗るからか。そうで座席もちょっと高くてすごい乗りにくいのよ、うんうん、あれがなぜあるかっていうのって基本は車椅子のままでもスロープを出して乗せれますよというためにあの高さもあって作られてるわけじゃん。だからあのジャパンタクシーのさ、うん、あの全てにはスロープ全部ついてついてるんだよ、あのみんなが乗る座席の下に。断られたことしかない。タクシー、そのジャパンタクシーさんに、うんうん、その乗り降りがちょっとしんどくてとか、うんうん、ちょっともうその体力残ってないな疲れてとか、うんうんうん、または例えばスカートとかちょっとヒール履いてて、うんうん、今ちょうど綺麗に乗れてるんですよ車椅子。わかる、もう一歩もずらせないときやりますよね。そうそう、すごい綺麗に乗れてるし、あとヒールだとここどうしても安定しないから、うん、本当はこのままで乗りたいんだっていう時とかがあるんだけど、うんうん、ホテルに泊まっててそこから出ます。でホテルのもうちゃんとした車止めのところにいたの、タクシーがね、ジャパンタクシー型タイプのところにね、うん、お願いしたの、あのスロープお願いできませんか、うん、って言ったら、いやー、出た、時間かかるんで、うん、そのまま乗ってもらいたいですってさ、そのね、え、ダメですかって言ったら、うん、そうですね、時間かかるんでって言われてさ、結局、うん、そんなやり取りしてたらこちらで時間かかるから、いや、本当、じゃあいいですってなる。そうそうそう、じゃあ乗り、分かりましたっていうのが、うん、何回かチャレンジしてみたね、でもいいよって言われたことは一度もない。地方はまだまだその、うんうん、セダンタイプが多くて、うん、でセダンタイプの やつとかに乗ったりすると高いやつの方が本当は乗りやすいんでしょみたいな、こっちだと大変なんでしょみたいなことを聞いてくれるの、でいやそっちの方がいいっていう人もいますけどって、うんうん、私はこっちの方が乗りやすいんですよねっていう話をして、うんうん、あれでも高いんだって、あの一台車、あの車ね、高くて高いんだけど、それでもあの車に変わろうっていう流れがもうあるから、うんうんうん、もういずれは変わるんだよとかっていうのがあるんだよね。そう、電車はあっちじゃないと乗れないですよ、うんうん、セダンはもうマジで断られるし、そう、積み込めないからってこと、閉まらない、あ、うんうんうん、電動、簡易電動なんで閉まらないし、うん、とかあと男性と一緒にタクシー乗って、うん、
家まで行くときに、うん、途中で友達の方が降りることが多くて、うんうんうん、で私が最後までいるんですけど、うん、その男性の友達が降りた瞬間にくっそ文句始まって、電動で普通車椅子で乗んないよタクシーなんてとか言われてもでもこっち家知られてるから言えないじゃないですか、うん、強く、うんうんうん、で一回車椅子をこう封じられて乗れないようにして降りた時に、うんうん、ごめんなさいって言うまで乗せてくれなかったことがあって、怖いよ次からもう乗れないよとか言われてもう本当に無理だってすいませんでしたって言って、うん、それもタクシー会社に言ったけどどうなったかその後の対話は分からんです。そうだから いるよね、タクシー会社に言えばいいじゃんみたいな。そう言っても何も変わんないよ。言っても変わんないよ、変わんない。そのエレベーターとかなんちゃらって言うんだったらタクシー使えよってコメントに書かれるけど、うん、タクシーもタクシーでマジでほぼ使えないことが多いから、うん、で毎回100発100中で嫌な思いするから、うん、もう介護タクシー使えよとかも言ってくるじゃん、うんうんうん、でもあれってその日その日って使えないよねそうすごい事前予約じゃないのさ、そう使えないからタクシーみたいに GO で呼べるようなさ、ね、そういうものじゃない。タクシーって今乗りたくないそういうものじゃないんだよなって思うから、なんかこれが日常だと思えば日常だと思えることもあるけど、うんうん、でもじゃあって自分のメンタルもさ、そういう風に常日頃そういうメンタルでいるわけでもないじゃん、うん、やっぱり気になる時だってあるし、まあ、気にしない時だってあるし、まあ、こういうもんだよなって思う時もあれば、なんでこうなんだよってさ思う時もあるわけで、それをなんか口にしちゃダメだ言っちゃダメだっていうのは違うと思うし、そうなんですね。だって普通にさテレビ番組とかでさ、なんかほらね、女の子トークインスとか、なんかああいうじゃん、なんか女が吠えるやつみたいな、うん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 、あるじゃん、ああいうさ、ああいういろんなさトーク番組とかで、うんうん、なんであれってああなんですかねみたいな、なんでここってもっと改善してくれないんですかねって言うじゃん。だってあれマッチングアプリで男が Amazon プライム見ますって書いてあるだけで怒ってますからみっちゃんアマプラでもみたいな、なんかそうとかさ、なんであそこサービスとかにもさ、そうやってこう、それは確かにああいうプロの人たちが喋ってるから面白く言ってることであるけど、うん、まあ、だから言ってることは一緒なわけじゃん。その自分らが生活してる中での不平不満っていうのは誰しもが持ってる中で、うん、健常者の人たちをそれでテレビとかで、うん、ああ分かる分かるそうだよね、うん、みたいな、確かに賛同率がたくさんいるから、うん、なんか絶対数がそっちの方が多いから、ちょっとした文句が炎上みたいにつながることっていうのは少ないけど、うん、でもうちらの場合はもう分からないわけじゃん、経験してないから。やっぱなった人にしか分からない気持ちがあるから共感できるできないがあるわけで、うんうん、ね、なんか本当揚げ足取りというかさ、うんうん、悪いところだけ持ってきてさ、つつこうとしているんだなっていうのがすごい分かるけど、そうそうそう、だからそれにめげてさ、みんなが言わなくなってったら変わるんですかっていうふうには思うし、当事者の声なしのなんかそういうバリアフリーみたいなのが進まれても、ね、結局違うじゃん、ここ違うじゃんってなってるんだよね。結局作ったら直せませんとかさ、うん、そういうのがいっぱいあるから、だからこういう声っていうのはまあ毎日毎日言うわけではないけど、うん、たまにはこういう企画として私はいいんじゃないかなと思います、うんうん、これでも結構結果オブラートに言ったわ。そう、優先って言うとすぐ怒るけど、優先って私からしたら普通に歩ける人の方が世の中全部優先じゃんと思っちゃうから、なんでたった1個しか、たった1個の選択肢を分け与えてください、お願いしますって言ってるだけなのに、うん、わがままとか言われてそう、うん、今日まこさんに聞こうと思ってたんですけど、うん、頑張ってこうやって発信するのって、うん、気にしないとかメンタル強いっていうのがあってもやっぱ疲れるじゃないですか、うん、そうだね、だけどずっと発信を続ける理由って何ですか？いやでもまあ確かにアンチは多いけど、うんうん、まあでもその中でもさ、あ、言って気づきましたとかやってる人は必ずいるわけじゃん、うんうん、その要はプラスに考えてくれる人たちがいるわけ で、うんうん、で実際私の動画を見てくれてたね、全然その障害がないし障害がある仕事に関わってるわけでもない人とかが、うんうん、私の動画を見始めて、やっぱ車椅子の人が街中で目
に着くようになって、うんうん、今まではなんか気にならなかったけど、うんうん、あ、意外と自分がいつも通勤してるこのゾーンに、うんうん、いや、いるんだなっていうのをさ、うんうん、見ましたってね、その人が困ってる時とかに声をかけれるようになりましたとかっていう人がやっぱいるから、うんうん、まあ、それが1000人に1人とか1万人に1人かもしれないけどでも、うん、サポートしてもらえた車椅子の人は嬉しいわけじゃん、困ってたわけだし、うん、なんかそういうのがもうちょっと連鎖してくれたらいいなっていうのはある、うん、うちらみたいな感じの人じゃなくて木村拓哉さんみたいな石原さとみさんみたいな、なんかイケメン、ね、イケメン、イケジョー、イケジョーで美女とかがなんかまあ本当そういう方々が言ってくれたらみんなきっと、あ、そうですよねってなるわけじゃん。ね、本田翼さん呼びますかね、ここにね、なんとかして。そう、だから結局言ってることがさ、いい悪いとかじゃなくて、うん、誰が言ってるかですかっていうのでさ、やっぱ人間の捉え方って変わってくるのが絶対そうなっちゃうわけだから、うん、何か言うことによって、あ、そうだよねって、うん、なんかこの人が言ってたらそうだよねって少しそうなってくれたらいいなっていうのは思う、うんうん、まあ、そうなるとさ、障害者代表みたいなこと言われる時があるけど違うよっていうね、一意見、一こういう意見を持ってる人として、うんうん、こういう考えてどうですかっていうのに賛同してくれる人が増えたらいいなっていうだけでさ、うんうん、あるよ、全然もうやめようって思う時なんて、ありますよね、あるけど、うん、今回の炎上もそうだし、うん、全体的な活動を通して思ったんですけど、うん、なんか知り合いの子供、うんうん、お子さんが、まあ、もしかしたら将来歩けないかもしれないって状態になっちゃってる方がいて、うん、自分の子が将来大きくなった時にこの世界だと一緒に死んでしまおうと思ってるみたいな、まあ、その方だけじゃなくて DM とかでも、うん、なんか将来さしみちゃんみたいに強く生きられればいいけど、うん、私が発信してる現状とかを見てる限り、うん、やっぱり全然暮らしやすい世界じゃないから、うん、もうこの子を成人させるのが怖いですみたいな風、うんうん、に結構言われることが多くて、うん、やっぱそういう意見を見るともう私らの世代は最悪ちょっと暮らしにくくても、うん、次の世代の障害のある人たちが、うん、なんかそういうの気にしないで生活できるようになったらいいなと思ってそれで発信してるんですけど、やっぱそれだけじゃちょっとエネルギー足りないなって思う時があるから、お子さんはどうしてるのかなと思って聞いてみました。別に何歳であろうと、生まれた時からであろうと、誰しもがさ障害が負うし、ね、それこそだから脳血管、脳卒中、脳梗塞なんて、うんうんうん、三大疾病でさ、みんななる、なるっていうか、みんななってしまう可能性があるんだよ、うん、若くてもおじさん、おばさんになってもね、うん、だそうなって絶対みんな半身麻痺とか、なんかそういうのを全然自分事として、まあ、それ考えられないのはまあわかるけど、誰か一人でも考えてくれてねとかっていうのになんか役立ててほしいなっては思う。そうですよね。まあ今後もまあ、ベースは楽しいお話を私はしていきたい、ね、たまにはやっぱ1年に1回とか2年に1回とかはこういう話があってもいいんじゃないかなと思います、うん、でも1年に1回なんかこういう話してる気がする。確かにやっぱ1年ずつたまるのよ。実験、何、実体してるうちの500分の1とかですもんね。そうそうそう、たまたまなんかね、普段は1人だけど誰かがいて撮ってくれたからって。だってリアルってさ、じゃあはい回しますじゃリアルじゃないから、はい、そう、あ、イヤホンの話するのも忘れたけど、イヤホン、いや最近だからイヤホンとかさ携帯見ててさ気づいてない、声、ね、あのすいません通してくださいって言っても、うん、イヤホンしてるから聞こえないんだよね。でしかもうちらってさ横向いていないじゃん、下向かないといないから、そうそうそう、だからそういうのでもやっぱり声かけても届かないっていう時とかも結構あるから、本当にこの人、そう、触るしかないんだよね。触ると思うみたいな。触るんだけど、触らそうなんだけど。だからなんかこう時代的にも声、昔よりこう、やっぱこう、みんながさ、周りを見てるという環境ではなくなったから、うんうん、そこも大変だけど、こう歩きスマホとかで車椅子ぶつかりそうになるじゃん、めっちゃ。めっちゃ、なんか飛び乗られたことあります。もう止まれなくて、ぴょんみたいな。ね、なんかそういうところかなと思うので、うん、皆さんなんかもっと一人一人が周りを見る生き方をしたらまた違うんじゃないかなと思いました。少しでもいい世界になるといいですね、はい。
よろしくお願いします。お願いします、はい、ということでこの動画が良かったなと思っていただけたのであれば、はい、ぜひいいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いします。ぜひさしみちゃんの YouTube を見てください。はい、お願いします、はいはい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。